和ず御前神社は、愛知県名古屋市厚田区にある神社である。厚田神宮の境内拙者の一つ。創建は、慶光天皇年間とも、天武天皇在位年間とも言われる。本宮から見て、北西方向、心の象景と呼ばれる、参拝堂の奥まったところにあるが、現在地には1893年に移転したもので、それ以前には、県本宮の南東付近にあった。 祭人として、アマテラス大ラ新玉を祀る。新玉とは激しく動的な事象を生み出す神霊を言い、勇猛さ、神主の象徴ともなる。厚田神宮で、これが祀られるゆえんも、伊勢神宮に荒れ祭り宮はあることと同義とされる。宮中第一の節人とされ、本宮との極めて近しい関係のほか、忠誠心の強い側近のような印象も伺われる。本宮での神樹の際、 古くは必ず最初に当社に供物を報じることが習わしとなっており、このことはお肉いの意味を持つとも言う。このことから、祭人の別説、あるいは相神として、大友武ひ命のを祀ったとする説も古くから見られる。天野定影や深田正明がこの説を支持する一方、津田正は、信じがたしと切り捨てている。尾張氏によれば、大友竹ひのは、日本穂高の統制時に、 きび武彦命とともに、左右の副将軍として、御事を支えた武人で、龍神社と当社が、本宮の両脇に、英氏のように座することもこの古事にゆえんがあるという。江戸時代以前は、龍神社と愛とのであったようで、それぞれ別者とすることの要望が、大宮司て工場書き付けとして残っている。この願いは聞き届けられ、以来、和幸ゆ御前神社と龍神社は、 現在に至るまで独立して存在している。社名の由来としては、魂を三崎と訓ずることが、山と姫命よきなどで知られており、ゆえに、一の魂と書かれたとする説、686年に、朝廷から観座した草薙神拳がまず収められた、刈ヤであったとする説、本宮御神のうち、第一の御前である、アマテラス大臣そのものを指すとする説などが知られる。 一神前、一三崎とも書かれた。ひし宮行、県荒玉ぐを、別歳荒祭人を、旧聖殿から見ての方角はやはり北西方向になる。厚田大神宮御鎮座し大神体本気、厚田神宮期など。本宮を、祭りる自派、必ず先荒岬百へを、備えふ、今世俗にうん、お肉というか女子、日本初期、一の御前者、龍神社別者に、 ささぐ観光、厚田本社抹茶身体尊明記集節、厚田大神宮身体伝文書、天照大臣、須佐野野尊、日本穂高、宮洲の小姫命、検討主命。尾張り厚田神宮記、厚田大神宮ご鎮座次第身体本記、厚田本社抹茶身体尊明記、ありがとうございます。